おいっす、今日はモンハンやっていこうかなと思います。久々のモンハンでございますね。今回はですね、大名槌がどうやら強化個体で出てきたみたいで、今回はその大名槌倒していこうかなと思います。イベントクエストですね。でちなみにこのイベントクエストをクリアすると、ジェスチャーで死んだふりが手に入るみたいなんですね。大名槌さんも、まあ、死んだふりというか、なんか死んだふりみたいなことをしますけど、真の死んだふりは僕はゲルオスだと思ってます。剥ぎ取りできるしね。まあ、とりあえずやっていきましょう。いや、本当にさ、久々のモンハンだったから、動作方法を確認しようと思って、一回ね、普通の大名槌をね、倒しに行ったんですけど、まあ、普通に倒せたね。うん。で、タイムとしては、まあ、バルファルクがね、出てきて、来て戦ってくれたから、10分切ったね。で、まあ、この戦いで、まあ、バルファルクいないから、まあ、他にね、総流して戦うことがあればね、タイムは縮められるのかなと思うんだけど、もし総流がなかった場合で言うと、多分10分ぐらいで、まあ、その確認のためにやったクエストはね、そのぐらいで終わってたのかなと思うので、今回のクエストも、まあ、強化個体と言われてますからね、まあ、10分、12分ぐらい耐えてくれたら、まあ強いんじゃないかなというふうに思います。よし。奴はどこにいるんだろう。洞窟じゃないな。あんまりミスったわ。さあ、やってきました。いや、ここにいるの結構新鮮だね。でもさ、ここの方がいっぱい木とか生えてるから、姿隠したりするのにもめちゃくちゃ適任だと思う。間違えた。わーいわい。ちょくちょくガバプレイ出るのよくないね。一応作戦としては、まずは、角を壊して、透明化のところを、ないようにしていきたい。オッケー、ナイスタイミング。こいつちょっとね、スピードが遅いから、タイミング合わせるの結構難しかったんだけど、なんだかんだり結構覚えてるね。どれぐらいのタイミングか。んで、角を壊したらね、うわ、角を壊したら、まあ、いつも通りっつうか、透明化が収まるので、そっからゆっくりね、尻尾とか攻撃したりして、倒すっていう流れになるのかなって思う。ここだろ、いなかった。はい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 。あ、強化個体っつってもね、どういうところが強化されたっていうのが知らないから、まあ体力が強化とか攻撃力が強化とか、まあいろいろあるとは思います。まあ、もしくはモーションがちょっと変わったりとかね。まあ個人的にはね、モーションがちょっと変わってくれた方がやりがいが、あ、やばいね。ちょっとガバプレイをしておりますね。いや、本当にさっきはね、10分ぐらいで倒せれたんですよ。ただやっぱ話しながら戦うっていうのは未だにちょっとね、不得意でございますね。やっぱこのステージあれだね、代謝跡とかと比べて見晴らしがものすごく悪いから、何もしてなくても姿を隠すのにめちゃくちゃ敵にどこにおるかわからんくなるわ。相手は透明化別にしてなくても。だからこっからさらに透明化が加わると、この大名槌の思うツボですよ。どうだろう、なんか、ちょっとスピード速くないって少し思うんだけど、私だけかな。ちょっと速くない、切れてるからかな。ちょっと久々すぎて、ちょっと前の大名槌との差がね、いまいち分からんけど、でも、いやいや、分かんないと、ネームバリューにやられてるだけかもしれない。スピードが速いように見えるみたいな感じ。いや、あると思います。いや、強化個体と知っててやってますからね、私は。ここはちょっと、やる気を出していかないと。あと、でかさとかもあるんかな？なんか、でかい気がする。くっそ！こいつ、タイミングずらしてくるの、マジでうまい。いや、いや、私がタイミングずれてるだけだと思うんだけど、いや、こういう強化個体でさ、相手のタイミングさえもずらして攻撃してくるみたいな。清哲平の後出しの権利みたいな。そういうのしてくれると、めちゃくちゃ、厄介にはなってくるんだろうなって思う。オッケー、壊れた。うん、危ない。さあ、あとはね、ゆっくりと尻尾をね、破壊していくだけにはなりますが、さあ、ここからどういう挙動を見せてくるのでしょうか。いや、でも正直角破壊するまでは結構きつかったね。まあ、こっからは多分余裕になるんじゃないかなと思うけど、さあ、どういう戦いを見せてくれるのでしょうか。
見た感じね、新しい技は多分ない気がする。うん、やっぱり尻尾もげるのは早いね。多分、各なんだろう、部位の、どれぐらい蓄積するかみたいな。多分その辺はね、変わらないと思う。やっぱシンプルに体力と攻撃力が増してる。まあ、もしかスピードももしかしたら上がってるのかもしれない。うん、だからその辺を強化したっていう感じかな。まあ、女槌もともとスピード遅いから、それがね、スピード速くなったら、まあまあまあ確かに、戦い方としてはやりづらいのかなっていう気はする。さあ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 。普通の女槌であれば、もうおそらくこの辺ぐらいで死ぬと思う。まあ実際今肉クッとだったな。だから、ここがね、強化個体なら、もうちょっと体力があるのかなって感じがする。さあ、その辺がどんな感じでしょうか。ほい、ナイス。今の完璧だったね。あ、捕獲マーク出たね。いや、どうだろう、これ多分体力もそんなないんじゃない。うーん、そんな感じがする。ちょっとまあとりあえず倒すところまでやっていきましょうかね。全てをぶつけます。おっ、早早くない。さらばです。あ、言うて13分、ちょっと微妙なとこついてきたな。13分か。まあ、ちょっとこの立地だから草が生い茂ってて戦いづらくて13分ぐらい。だとしてもよな。まあ、あと途中でナルガグルカ総流して戦った分も踏まえると、まあ、ちょっとは体力あるんじゃないかなと思う、多分ね。あとはまあ攻撃力の面だけど、戦ってる感じそこまでめちゃくちゃ強いっていう感じでもないかな。やっぱ立地の強さがあるんじゃない。やっぱこの生い茂ってる木々で自ら姿を隠せるという、透明にもなれるし素の状態でも隠れれるというところがあって、ちょっと戦いづらいのかなって気はするけど。強化個体か。まあ、個人的にはちょっと素早さがあったかなっていう印象はあったから、これがねやっぱ古竜だから、この後のクシャルダオラとかテオテスカトルとかが強化個体として出てきてくれると、すごい激アツ展開だなって思う。まあ、個人的にはね、バルファルクの強化個体出してほしい。あのね、素早さがもっと早いモンスターとかになるとめちゃくちゃ胸アツだと思う。もう倒されるやつ続出しちゃうと思うし、あれそもそもバルファルクはハンターランク100からじゃないと受注できないんですけど、それをねさらに引き上げて200じゃないと、ハンターランク200じゃないと受注できないクエストみたいな感じでやってくれるとね、すごい話題になるんじゃないかなって思う。ガチで大喜びするんじゃないかなって思う。はい、つうわけで、まあ、今回の大女槌の総評としては、まあちょっと強いかもぐらいにとどまってるのかなって思う。なので、まあ、興味がある方はぜひやってみてはいかがでしょうか。というわけで今日の動画でした。バイバーイ。